Hello. 自信をつけたいみんなへの今日はライブをしていきます。Let's take a deep breath into your heart and exhale. Randy, hi love. じゃあこれは自信をつけたい人みんなへのライブなんだけど、みんなはどういう時に自信をつけたいと思う？私はね、結構今まですごい自信がなかった時もあるし、そういう時にどう乗り越えてきたかっていうと、もちろん最初はじゃあ自分の自信がない自分と向き合っていくっていうのもやってたりジャーナルとかしてたんだけれども、それでもね、なんかアファメーションとか、私は自信がある女性だ、私は自信があるんだとか鏡を見ながら言ってたの。でもそれでもやっぱり足りなかったんだよね。これ共感できる人いる？アファメーションじゃちょっと足りない、読書だけでじゃあ自信のつき方とかね、読書してみたり、ウェブサイトで調べてみたりしてけど、でもなかなか根本的なところで自信がつかない。で、自信がつかないからこそ、やっぱり周りの目を気にしてしまって、前に進むことができない。そういう時ってあると思うのね。で、リオも実際あって、行動が取れない自分をすごい嫌だった。行動取れない自分を見てると、すごいみっともない感じがして、自分を責めてしまって、今度は自分を責めてしまうことによってもっと行動ができない。これ共感できる人222って書いてある。私だけじゃないと思うので、じゃあそんな中私はね、何をしてきたかっていうと、もちろんじゃあ自分のこの否定的な声、それと向き合うことも大事、 andすごい大切だって感じてるのは、その体に帰ること。思考だけだと頭の中にいるからこそ、頭の中に行って行動ができづらい。だからじゃあ体の入り方を自分学んできた。それプラスじゃあ自分の日常生活の中の習慣でどうやったらじゃあ気の循環を良くしていくか。やっぱり行動を取れる人たちって気の循環がいいんだよね。気の循環がいいからこそ前に進めることができるんだよね。じゃあみんなはどういうことをして自分の気の循環を良くしている？どうやって一日の自分のエネルギーを整えている？私はある意味自分とのつながり方を学ぶことによって今の自分がいる。で、自分のつながり方はじゃあ体からの内観法、毎日できる習慣、でこれはタオのプラクティスを使って私は一日の気の循環を良くしている。で、そういうことをメソッドをプラクティスを自分の中で応用することによって今の自分がいて、どんどん好きなことができてる。やっぱりなんか自信をつけたい時って理由っていうのは自信が欲しいんじゃなくて、もっと好きなことをやっていきたいんだよね。じゃあもっと好きなことをやるために何が必要かっていうと、そうやって自分とのブロックの向き合い方と気の循環を良くしていく。で、この方法やっぱり分からないと、分からないままで現状維持してしまって何も行動が取れなくなって、ブロックのまま周りの目を気にしてしまうまま、そういう人生になってしまうよね。で、だからこそこの分からない状態から分かる状態になっていきたい人たち、もっと自信をつけていきたい人たち、もっと周りの目を気にせずにもっと開放的になりたい、その方法、そのメソッドを知りたい、それで心強く毎日生きたいっていう人は、私の5月19日から始まる講座を受けてもらいたい。で、この講座ではじゃあセルフコーチングスキルっていうのが身につけることができるので、これを身につけることによって、どんなブロックとかどんな不安があった時でも前に進める方法っていうのを学べます。
でこれっていうのを8週間毎週毎週日曜日にやって、2時間、1時間半2時間ぐらいやって、そこから丁寧にこう学んでいける。でそしてその1週間で宿題こなして自分のものにして、次の週になった時に宿題どうだったかってお話みんなとして、あの自分のスキルをものにしていく。それプラス2回分のコーチングセッションがあって、このコーチングセッションで今抱えている悩みとか、もっと拡大していきたいことテーマがあったら、それに対してのトピックでコーチングセッションを2回していきます。なので全体的には10回のセッション、8回はグループセッション、2回はプライベートセッション、それプラス講座が終わっても、やっぱり講座で気づきとかじゃメソッド学ぶよね。じゃあそれをどんどん活かしていくのはもう講座終わってからだよね。でじゃあ本当に講座やっても、あのちゃんとなんだろう、学んだことを活かしてるかっていうことをフォローアップするためにも、講座が終わった3ヶ月後と半年後には一度会ってオンラインで、それでどう、どんな感じっていうことを話していくようなフォローアップ会もある。なぜこれをしたかっていうと、学んだこともそれで終わってしまって続かなかったら意味ないよね。だからこそこのフォローアップ会をなんかモチベーションにして、あの学んだことを生かしてもらいたいし、何か質問があったら聞ける場、あとはやっぱりこうして仲間と会えるっていうのもある意味意味がある。なんかまあ仲間だから、魂の話ができる仲間だからこそ、その関係を継続してもらいたいと思って、こういうフォローアップ会があります。なのでこれに興味がある人は私にまず連絡してください。分割払いも可能であって、分割払いは25,555円から可能、月ね。だからいや本当に学びたい、本当にスキルをつけたいっていう人は This is for you。 じゃあ5月13この月曜日の9時までに連絡してくれた方には、早売り価格で提供してるからこそ、それに興味がある人はぜひぜひ連絡してください。相談したい人は連絡してください。待ってます。そして私の講座受けてる、もうなんか何回か受けたことがある人でも、またスキルを磨きたいから受けたい人はまたまた私に連絡してください。そしたらディスカウントプライズで提供します。みんなもこうして自信をつけたいと思うのであれば、つけたいつけたいつけたいと思うだけじゃなくて、じゃあ実際行動をとって学んでメソッドを自分のものにしていこう。そうしていくと、まずは自分にスキルを、自分にセルフコーチングすることによって、もし今後ヒーラーとかコーチになりたい人は絶対活かせる内容なので、そういう今後コーチにもなりたいっていうのを思ってる人がいるのであれば、ぜひぜひこの講座を受けてみてください。 Alright, I love you. Thank you.